はい、今日の一品です。今日はセブンプレミアムの炭火焼きチキンですね。これをスライスして、おにぎらずを作っていきたいと思います。ご飯の上にまずレンジで2分温めておいたチキンステーキですね。タレがご飯に染み込むようにご飯の上に先に置いていきます。そしてこの上にアクセントとして洗っておいた大葉を1枚入れてご飯をかぶせて包んでいきます。はい、包んでひっくり返したら海苔をしばらくなじませてカットしていきます。はい、カットしたらこんな感じですね。セブンプレミアムおにぎらず2、お弁当にどうぞ。